こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは豆腐ジャンプルです。主食はゆずうどんです。デザートは金柑、おかずは、オムレツです。LL 煮込むのオムレツですね。目玉焼きも LL 煮込む焼いています。はい、肝心の体重です。何キロになってるかですね。昨日はね、鶏油、チーウタ鶏の業務スーパーのウインナーを13本も食べましたから、体重増えてるのは分かってるんですけど、どれぐらい増えてるかですね。便通もなかったですからね。便秘でしたから、便秘でウインナー山ほど食って、体重 56.6、 500g 増えてますね。体重 56.6、 体脂肪率 12.7、 体重 56.6、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1332、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.8、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.6、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1332、 内臓脂肪レベル4です。もう一度、サムネイルは豆腐チャンプル、豆腐1丁 320g、 ウインナー3本、キャベツたくさんです。主食はうどん、おかずはオムレツ、これに目玉焼きも焼いてます。で、金柑ですね。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。